い、どうもアベタツ TV のアベタツです。やってまいりました。今日はですね、今月ですね、4月入ってからまあちょくちょくね、奥さんとまあちょっと外出する機会が多い月なんですけれども、今日ですね、たまたまショッピングモールに行ったんですけど、そこにちょっとジーンズがあるということでできたんですよ。まあこの僕今かけてるメガネもジーンズなんですけれども、なんかメガネ見てたらちょっと欲しくなっちゃって、新しいメガネを購入いたしました。イエーイ。まあ何個目だよっていうね。というわけで今日はその購入したメガネをご紹介したいなと思います。というわけで早速こちらですね。チャキーン。はい、で今回これ2つあるのには理由がありまして、前回僕サングラスにもできるし普通のメガネにもできるっていうのを買ったんですけど、今回もそれと同じパターンのものをちょっと購入いたしました。形とか全然今回違うものを買ったので紹介してみたいなと思います。中身出そう。チャキーン。はい、出てきました。今回丸いタイプのものを購入いたしました。僕も丸いタイプのものつけてるんですけど、これはね、まあ普通にメガネとして活躍できるメガネかなと思いまして、まあちょっとね、おしゃれしたい時とかはこれちょっとかけようかなと思っております。でこちらのメガネの特徴としましては、ここね、つなぎ目といいますか、ここの部品が、金色になってます。多分メッキで多分塗ってあるだけなんで、多分剥げちゃうかもしれないんですけど、ちょっとかっこいいなと思いまして、これちょっと買ってみました。で合わせて今回そのセットで付いてきたサングラスがこちら。前回はただなんかスリーブみたいなやつだったんですけど、まあ、こういうなんかねポケットにこう引っ掛けられるようなものが付いてる、ちょっとね水にも強そうなケースが一緒に付いてきました。結構ね便利だと思う。これも箱もパコってこうなるやつね。じゃあ出しましょう。シュッ、いきます。シャヒン。これですね。今回も黒。今回も黒。これね、ちょっと今回取り扱いめちゃめちゃ注意なんですよ。ここしかこれとこれをつなげてるものがないんですよね。だからここ曲がったらもう終わり。だからほんと取り扱い注意でございます。じゃあね、早速普通にこっちちょっとかけてみたいなと思います。 3,2,1,GO。 どうですか、ちょっと雰囲気変わるでしょ。ちょっとね、丸が大きめのタイプです。先ほどのメガネと比べるとこんな感じですね。細めなんだけど結構縁ははっきりとした色合いで、下はちょっとね色が透明といいますか白っぽい感じになってて、グラデーションっぽい感じでちょっとシャンティーかなと。でここね、ここが、まあ、このメガネの特徴ですね。で、まあ、この今回サングラスをこれつけるとどうなるのかっていうとこんな感じです。はい、こんな感じ。めっちゃ反射してる。ここのさ、この線がさ、俺ちょっと微妙かなと思ったんですけど、まあ、どうです、そんなにさしょっちゅうかけるものではないんで、まあ別にいいかなって感じなんですけど、ちょっとなんか怖いよね。しかもここ黒だから余計ちょっと怖いよね。でまあそのメガネ状態のと比べるとこんな感じ、まあ、これもだいぶ印象が変わるんじゃないかなと思います。ここはね通常モードですね。まあ前のねやつとも使いつつちょっとやっていこうかなと思います。で、今回こちらの、メガネなんですけど、まあ、レンズ、レンズフレーム、これのプレートね、3点セットで、1万800円で売られておりました。まあ、他のやつも大体そのぐらいで、前回買ったやつも多分同じぐらいで買ったと思います。まあ、普通にコスパ的にはかなりいい値段で、売られてます。まあ、コスパいいと思います、僕的には。まあ、普通にこれ単体で行くのもありだし、まあ、最初ね、こう、行きった感じでお出かけしたい時はこうしといて、ちょっとなんか人と会うってなったら、こう、外しといて、はじめましてって感じでできるからね。これほんと便利だと思います。ちょっとよかったら、いいか悪いかを、ちょっとコメントいただけるといいかなと思いますので、ぜひコメントください。でもさ、これもついてくるっていうのはすごいいいなと思う。これ結構重要なんだよね。カバンの中に入れとくと取り出しがめんどくさいんだけど、これはこうポケットの、ズボンとかにこうつけとけば、ここからこうピュって出せるから非常に楽かなと思います。ただまあ踏んづけちゃったりするとちょっと怖いんで、まあ結局カバンに入るのかなと思うんですけど、まあどうにかしたいと思います。はい、というわけで今回はこちらジーンズで買った新しいそのサングラスとメガネが、チェンジできる 2way 仕様のメガネをちょっと今回新しく買ったのでご紹介してみました。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。というわけでまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。